下方混合の例。スクリーンに原色の光を投影すると、光が重なったところが虹色になる。見原色の光が適度な割合で混ざると、白になる RGB カラーモデルのカラーホイール。スペクトル RGB とは、色の表現法の一種で、赤、緑、青の三つの原色を混ぜて、幅広い色を再現する、下方混合の一種である。 RGB は三原色の頭文字である。ブラウン管や液晶ディスプレイ、パソコン、デジタルカメラなどで画像再現に使われている。同様の表色系にゲーバというものもある。これは赤、緑、青、アルファチャンネルの略である。ゲーバはカラーモデルとしては RGB と異なるものではないが異なる表現法である。アルファチャンネルは透過を表現するもので、 画像合成などに使われる補助的なデータである。RGB カラーモデル自体は赤、緑、青とは、色色学的にどのような色を意味するかを定義していない。赤、緑、青の三原色を、色色学的に厳密に定量化した場合、SRGB やアドベルジェーブなど様々な色空間が定義される。ここでは、RGB カラーモデルを使うことなる、 RGB 色空間に共通した概念や、かつて電子工学分野で使用されていたカラーモデルについて説明する。色度図上の SRGB カラートライアングル。三角形の頂点が SRGB で定義される赤、緑、青の三原色にあたり、中央に白色点がある。パソコンのディスプレイで正確に表示されるのは、この三角形の範囲内のみで、 三角形の外は実際には再現されていないどのような色を原色として選択するかは人間の目の生理学的特徴と関係する。より適切に選ばれた光の波長を持つ三原色は網膜にある三種類の衰体細胞それぞれに色刺激として働きかけ、それぞれの種類の衰体細胞からの反応の差を最大化させ、より大きな色域を表現することができる。 最も淡い白色から最も鮮やかなスペクトル色までを示す色度図内において見い色として選ばれた色を頂点にした三角形をカラートライアングルといい見い色が表現できる色域の広さと関係する可視光線には様々な波長の光が様々な割合で合成されているが人間の衰退細胞はそれぞれある特定の波長の範囲に 最大限反応するようになっている。一つは、長波長、一つは中波長、もう一つは、短波長である。これら三種類の水体細胞からの刺激を大脳が組み合わせて、光の色が認識される。例えば、オレンジ色の光が目に入り、網膜を刺激すると、長波長に反応する。水体細胞と中波長に反応する。水体細胞が興奮するが、 三波長に反応する水体細胞はほとんど興奮しない。これら三種類の水体細胞の反応の差を大脳が分析しオレンジ色と結びつけられる。見原色を即色学的に定義してできるカラートライアングル内の色のみが下方混合で再現される。カラートライアングルをいかに大きくするか、いかに必要な色の範囲をカバーするか、 再現に使われる物質にかかるコストなどから様々な組み合わせの三原色が構成されてきた。RGB による写真を R,G,B に分解したところ、雪の白は強い赤、緑、青の合成になっている液晶ディスプレイのピクセル。オレンジと青が表示されている。左半分はその拡大 RGB カラーモデルを使用している。一般的な例は、 ブラウン管液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなど、コンピュータやテレビの映像を表示に使われるディスプレイで、あろう画面を構成する各ピクセルは、コンピュータやグラフィックスカードなどによって赤色、緑色、青色の明度として表現される。これらの数値は、ガンマ補正によって表現したい輝度で、ディスプレイ上に表示されるような輝度や電圧に転換されている。適切な赤、 緑、青の輝度の組み合わせで様々な色が表現される。2017年現在で典型的なディスプレイは一つのピクセルに24ビットまでの情報を使用している。これは8ビット分を赤、緑、青にそれぞれ割り当てることで各色素ごとに256通りの明度や輝度を与えることができる。このシステムにより16777216通りの 色相彩度明度が特定できる。RGB はビデオ技術で用いられるコンポーネント映像信号に使われる。ここでは3つのケーブルと端子にそれぞれ赤、緑、青の信号が割り当てられている。また、同期信号のためにもう1本ケーブルを使う時もある。ビデオ信号のタイミングにはもともとモノクロームビデオ信号のために使われた規格である。 RS-170 や RS-343 を修正したものが使われている。RGB ビデオ信号は、スカルト端子には最適の規格であるためヨーロッパでは、ビデオ他テレビ周辺機器に広く使われているが、それ以外の地域では、S 端子が使われ RGB ビデオ信号は、一般にはあまり使われない規格である。しかし、コンピュータのモニターには、全世界的に、 RGB 信号が用いられる。ガンマ補正により、コンピュータ機器による色出力の際の輝度は、普通イメージファイルの RGB の明度の比率とは、異なる。明度0.5は、輝度0から輝度1.0の半分に非常に近いが、を表示する際のディスプレイ上の輝度は、普通、を表示する際の50%の輝度ではなく、わずか22%ほどの輝度である。 高度な専門家などが映像、画像を制作、編集、出力する。環境下では色の適切な再生には制作、編集の過程で使用される。全機器において正確に色を合わせるためのカラーキャリブレーションを必要とする。この結果、制作、編集過程において色の一貫性を保証するため、機器依存の色空間の間での透過の変換などが行われる。 しかし、制作過程でデジタルイメージが様々な機器を経由しそのたびに変換されることでイメージの色域が削減されるなどの劣化が起こる。このため、オリジナルのデジタル化画像の色域が広いほど視覚的な劣化なく処理する方式が求められる。プロの機器やソフトウェアは色域の濃度を高めるため4 8ビット p p の精細な画像を扱えるようになっている。 立方体上にマッピングされた RGB カラーモデル RGB カラーモデルにおける色は赤、緑、青の各要素がどれだけ含まれているかで記述することができる各要素は輝度最小から輝度最大までの範囲を持つもし各要素とも最小なら表示結果は黒になるもし各要素とも最大なら表示結果は白になる これらの色はいくつかの方法で数量化できる。2 4ビット p p でエンコードされた RGB メイドは赤、緑、青の軌道を示す3つの8ビット符号なし整数で表せる。例えば次の画像は RGB 立方体の3面を開いたものであるが、その上の色は次のように表される。これはフルレンジ RGB という変換方法を用いている。 フルレンジ RGB は、各原色ごとに8ビットを用いるため、各原色の明度を白から黒まで256通りに表示できる。ただしガンマ補正のため、256段階の数字は、等間隔の軌道にはならない。またデジタルビデオの RGB は、フルレンジではない。その代わりビデオ RGB は IT、ITU-RBT-601 などのエンコード規格を用いている。 この24ビットカラーおよび32ビットカラーはトゥルーカラーと呼ばれる。その他、256色までしか表示できない8ビットカラー、16ビットのハイカラー、アドビフォトショップなどで使われる48ビットカラーなどがある。圧縮されていない画像に使われるメモリの領域は画像のピクセル数および各ピクセルの色振動によって決定される。 24ビットカラーの画像では24ビットピクセル数の数値がその画像の情報量となる。これをバイトに換算するには8で割る必要がある。640ピクセル480ピクセルのサイズの画像の情報量24640480イコール7372800ビット7372800 8イコール92万1600バイト24ビットカラーのほか、1ピクセルあたり16ビットの輝度の情報を割り当てる15ビットカラーや16ビットカラーもあり一般的な色彩の表現のためには十分な色数を表示できるこの場合赤緑青の各色あたり5ビットずつが使われる合計15ビットのほか、緑は人間の目が 最も反応しやすい色であるため、緑にもう1ビット分の輝度の情報を加え合計16ビットとすることもある。1ピクセルあたり32ビットの情報を使う32ビットカラーは、表示の正確さにおいてはほとんど常に24ビットカラーと同じである。24ビットモードに比べ、1ピクセルあたりあと8ビットの情報を使うことができるが、これは、 ほとんどの場合使用されない。32ビットモードが存在する理由は、現代のハードウェアは2の乗数のバイト数に、整列されたデータには、整列されていないデータよりも速いスピードでアクセスできるためである。48ビットカラーは1ピクセルの3、原色それぞれに16ビットの情報量を当てるもので、1ピクセルあたり48ビットの情報がある。 このモードでは3原色のそれぞれに対式度は65,536段階で表現できる。48ビットカラーは Adobe Photoshop などプロ向けのソフトウェアで使われており、画像処理を繰り返した場合の画像の誤差蓄積による劣化を防ぐことができる。ありがとうございます。